はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はダークビジョンズラストステージダークデュラハンにおすすめのキャラを属性別にご紹介していきたいと思います。まずはですね、全属性共通しておすすめのキャラ5体をご紹介していきます。それがこちら、今画面に映っておりましたが、バルフレア・フランの超高火力ペア、そして今回のギミックに対応したローザ、そしてギミック対応のセシルで、シーモアはですね、開幕闇属性 200% バフをまけるので、おすすめのキャラクターとなっております。さあここからは属性別でをご紹介していきましょう。まずは氷属性からご紹介していきます。はい、じゃあ氷属性からご紹介していきましょう。簡単に理由もご説明していきます。まずはソルネオビジョン、マスタークラウンを投入することによって威力30000、そして貯めるの氷属性のフィニッシャーとなりえますので、マスタークラウンを入れている方はおすすめかなと思います。続いてファイサリス、優先度としてはかなり低めですが、威力30000の氷 LB を叩き出せるので、マスタークラウンを必要としますが、ファイサリスぐらいしかアタッカーいないよという方は検討すべきかなと思います。続いてこちらも優先度としては低めですが、ラスウェルネオビジョン、マスタークラウン強化によって威力は30000を超える裏の魔法 LB 使えるようになっております。続いてスノー、スノーはですね、マスタークラウンを入れることによって威力約30000の表氷物理 LB 使えるようになりますので、採用する価値はあるのかなと思います。続いてセリス、セリスは優先度としてはかなり高めです。氷属性で挑む場合は最高峰のバッファーとなっておりますので、ぜひ入れるべきかなと思います。続いてクラサメ、現環境に火力は追いついておりませんが、クラサメも氷属性の物理フィニッシャーとなっておりますので、採用すべき理由としては、まあ、一応上がるのかなと思います。続いてこちら見ていきましょう。イシェ、氷属性で攻める場合には最高峰のデバッファーとなっております。続いてカル、カルはですね、ブリジャザが特に強力なキャラクターとなっておりますので、もしねカルをお持ちの方は採用を検討してみてもいいのかなと思いました。続いてリリア、リリアはですね、僕は今回持ってないので星7リリアで代用いたしましたが、大人リリア採用していただければ召喚リリアとして採用することができます。さらにはエリア展開も可能となっておりますので、なかなか優先度としては高めかなと思います。そして最後アルティメットレジーナ、今回僕はレジーナ未所持なので氷属性で挑むことはできませんが、レジーナの高火力、素晴らしい火力を誇っておりますので、レジーナがいる方は物理に属性を付与したレジーナキャノンでもいいですし、氷属性をメインに使った高火力アビリティでもいいのかなと思います。さあじゃあ続いて、雷属性見ていきましょう。はい、じゃあ続いて雷見ていきましょう。まずはティナとファリス、ファリスとティナはですね、エリア展開がマスタークラウン全強化で 40% 雷の威力アップエリアを展開できますので、2人選ばせていただきました。続いてジタン、ジタンはですね、ダガーとセットとして使うことによって、ダガーで雷の威力エリアを展開しつつ、ジタンの LB を強化できるという点で、2人で採用する価値はあるのかなと思いました。またジタンに関しては無属性 LB なので、雷にとらわれず闇や氷でも採用できるかなと思います。ただダガーとセットとして使う場合を考えると、雷の威力アップができる点を鑑みて雷として使うのがいいのかなと思います。そしてサクラ、サクラは今回の情報修正によってエリア展開が敵のみ、さらに2突以上で単体に 100% の雷バフをまけるというところで、対応優先度としては最も高いのかなと思います。続いてカイン、カインは雷ジャンパーとしての優先度かなり高いのかなと思いました。ただキラーを入れる際はジャンプの空中にいる前に発動させなければいけませんので、ローザを使った2ターンのアンデッドキラーが負けませんので、注意が必要なキャラクターとなっております。続いてこちら、今回のマスタークラウン強化によって最高峰の雷デバッファーと強化された忍者エッジ、そして、続いてはサクラ、サクラはですね、こちらは再臨の帝王サクラ、バーストをメインで使う場合はバーストの威力も上げられますし、サクラはですね、もともとアンデッドのパッシブが高いキャラクターとなっておりますので、キラーを盛るのにそこまで苦労しないのかなと思いました。
続いてはコラボキャラ2体、ダイ、そしてバラン親子となっております。この2人は雷の、LB が特に強力な2体となっております。ダイはですね、だいたい4万7千ぐらいのマックス LB を叩き出せます。そしてバランは3万5千の貯める雷フィニッシャーとなっておりますので、どちらも優先する価値はあるのかなと思います。ただ雷で採用する場合、剣のデバフどうしようかと迷う場面が必要となってきますので、注意が必要かなと思います。続いてリュック、リュックもですね、アンデッドに対しては特にパッシブを持ってはおりませんが、非常に強力な一体となっております。裏 LB がタック LB でだいたい4万8000ぐらいだったかな、誇りますので、まあ、自身がねチェーン役にもなれますので、フィニッシャー一体でこと足りるという点もメイン、おすすめの理由かなと思いました。で最後に一応ゴルベーザ入れておきましたが、ゴルベーザもですね、アンデッドパッシブを持ちつつメテオ属性の付与ができる物理魔法アビリティとなっておりますので、おすすめとして入れさせていただきました。最後闇属性を見ていきましょう。はい、じゃあ最後闇属性を見ていきましょう。まず1人目はスノー。スノーはですね、表の氷物理 LB と同等ぐらいの火力が裏の LB でも出せるようになっております。こちらは精神依存の物理となっております。マスタークラウン強化が必要となってます。続いてアーデンもマスタークラウンを必要としますが、ジャンパー、闇ジャンパーとして採用する価値はあるのかなと思いました。自身で剣デバフができますが、合計で6ターンかかってしまいますので、ティーダの副ドン、キャラクターと合わせる場合には注意が必要かなと思います。続いて、ホークアイもですね、マスタークラウンを必要としますが、前回前々回ぐらいの情報修正で闇属性のフィニッシャー兼デバッファーとしては、問題なく採用する価値ありのキャラクターかなと思いました。マスタークラウンに余裕がある方はぜひ検討してみてはいかがでしょうか。続いてセフィロス、言わずも知れたアンデッド、そして闇属性のフィニッシャー、今回闇で挑む場合は最適解中の最適解となっております。続いて、真珠姫はですね、一応今回採用した理由としては、BS5 にですね、BS 前もあるのかな、パッシブ、ないね。BS5 にですね、2突で先制ダークネスベール、味方全体に闇属性の 200% のバフを巻けるので、一応今回入れましたが、真珠姫は3回打たないとマックス火力にならないというところと、表から始めなければ、まぁ、ちょっとね、表で始めちゃうと闇属性の 200% がかからないっていう点を考慮しても、ちょっと優先度としては低めかなと思いました。続いてはダークレイン。ダークレインはスーパー LB タイプで防具の切り替えができないんですが、もともと闇属性のパッシブが 100% ありますので、シーモアと組み合わせることによって、まあ、難なく使えるキャラクターになるのかなと思います。あとはセシルがいれば問題ないのかなと思いました。さあ残り見ていきましょう。残りはリノアになっております。リノアは闇属性のエリア展開をしながら、まあ、バフそうね、闇属性のエリア展開をしながらアポカリプスが有力、強いキャラクターではありますが、ちょっと火力的にはリノアの火力を伸ばすよりかはクポの実要因として使った方がいいのかなと思いました。続いて、武神三系レイン。武神三系レインは、1突で5ターンで最高火力が出せる闇属性のチェインアタッカーとなっておりますので、バルフレアと合わせる際はおすすめなのかなと思いました。続いて最後、魔人フィナ武神三系となっております。闇属性が誇る最強のバッファーとなっております。ごめん、最後1体だけ忘れていました。最後1体は、最強の、まあ、最強というか環境トップの闇属性のデバッファーと言ってもいいのかなと思います。帝王アクスターですね。闇属性のデバッファーとしては採用すべきキャラクターなのかなと思います。ホークアイがいないよという方はアクスターを採用すべきなのかなと思いました。ということで今回は属性に分けてラストのダークデュラハにおすすめのキャラクターをご紹介してまいりました。僕が持ってなくて紹介し忘れてるよというキャラクターございましたら、ぜひコメントで教えていただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それじゃあまたねー。